エミリアーノ・ガルシア・パヘ・サンチェスは、スペイントレド県、トレド出身の政治家、スペイン社会労働党を所属、2007年から2015年まで、トレド市長を務めた。2015年から、カスティーリャラマンチャ州首相を務めている。1968年6月11日、トレド県トレドに生まれた。18歳になる前に、スペイン社会労働党青年部に加入し、 成人すると正式な党員となった。カスティー・リャラマンチャ大学法学部を卒業し、1987年から1993年までは、ドレド市議会議員を務め、1991年には、ホアキン・サンチェス・ガリード市長の下で副市長を務めた。1999年から2007年までは、カスティー・リャラマンチャ州議会議員を務めた。2007年には、 社会労働党の筆頭候補として、トレド市議会議員選挙に出馬した。市議会議員に当選するとともに、国民党のホセマヌエルモリーナの公認として、トレド市長に就任した。2011年には、トレド市長と兼任で、スペイン上院議員に就任した。2012年には、ホセマリー・アバレーダの公認として、社会労働党カスティー・レア・ラマンチャ州支部長に就任した。 2015年には、社会労働党の筆頭候補として、カスティーリャラマンチャ衆議会議員選挙に出馬した。衆議会議員に当選するとともに、国民党のマリア・ドローレスで、コスペダル・ガルシアの公認として、州首相に就任した。ありがとうございます。